動画をご覧の皆さん、こんにちは。エキトチックホビーズです。今回の動画はガレージキット制作における iPaint についてお話をさせていただこうかなと思います。ガレージキット制作に関しては iPaint が障害になる人が多いかなと思ったので、今回こういった動画を作成させていただきました。これができればね、フレームアームズガールや女神デバイス、フィグマだったりのフィギュア、プラモデルの iPaint にも活用できるので、ぜひこの動画を最後まで見て参考にしていただければなと思います。今やっている工程は線画ですね。まず最初にエナメル塗料を使用して目の縁の部分、まぶたの部分を描いていきます。最初に上まぶたを描きます。使用している塗料はエナメルのレッドブラウンです。こんな感じ、上まぶたが濡れると大まかな目のラインができますね。僕はあまり黒色の塗料はまぶたには使いませんね。で、表情パーツが基本的に白系になるので、だからそこから黒色をガツンと乗せてしまうとメリハリがつきすぎて逆に違和感が出てしまう気がするので、僕は茶色系の塗料をよく使います。で、ここからが目の中身ですね。光彩の部分を描いていきます。今回こういったハウトゥー動画という形で iPaint について説明させていただいているんですけど、もしもわからないことや気になったところがあれば、ぜひコメント欄などで教えていただけるとありがたいです。線画は慣れるまでは難しいんですけど、慣れてくると結構楽しい作業になるので、ぜひチャレンジしてみてください。今回は以前湯沢屋で購入した東京名村の水彩画用の筆を使用しています。SK スターズというモデルで、値段もそんなに高くないんですけど、筆の毛先のまとまりも良くて含みも良くてかなり使いやすいですね。プラモデル用の筆以外でもこういった画材屋さんに行くといろいろなタイプの筆が売っているので、どのタイプの筆がいいか自分に合ったものを探すのも面白いかもしれません。眉はとりあえずこんな感じで描いたんですけど、ちょっと右が太くて左が細いですよね。後々ちょっとずつ修正していくので、今の段階ではそんなにシビアにならなくても大丈夫です。で、次にね、目の光彩の部分を塗っていきます。今回使用している塗料はエナメルのパープルです。3段階か4段階に分けてペイントしていきます。眉毛も同様ですね、紫のペイントをしていきます。こんな感じで、ここから2段階目、少し白を混ぜて紫1、白1ぐらいの割合でペイントしていきます。この辺は正直目分量でいいので、だいたいちょっとずつ白色を混ぜてやっていくといいかなと思います。で、2層目がこんな感じ。ここからさらに3段階目を塗っていきます。さっきの塗料からさらに白色を足します。で、パレットね、僕もめんどくさいんで爪使ってるんですけど、まあ本当は専用のパレットとかある人は使いましょう。で、ここから明るい色を足すとこんな感じ。もう1段階、一番下のところにほぼ白に近い紫をペイントしていきます。塗っていくとこういう感じですね。で、この段階では色と色の境目の部分がかなりくっきりと出ちゃってるんですけど、ここから後でぼかし作業をしていきます。使用するのはエナメル用の薄め液です。エナメル用薄め液を含ませた筆で色と色の境目のところをトン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 と叩いていってなじませていきます。そうすることで目の中に塗った塗料が溶けて、暗い部分と明るい部分の塗料が馴染んでいくことで自然なグラデーションに仕上がっていきます。下の明るい部分から白色の塗料を上に引っ張っていくようなイメージで伸ばしていくと綺麗に仕上がるかなと思います。こんな感じでさっきの境目が消えたのが分かりますかね。どうでしょうか。で、次、白目の部分をペイントしていきます。こういったね、ぼかし作業っていうのがアクリルガッシュだったり仕立てるカラーだと乾燥してしまうともう溶けることがなくなっちゃうので、こういったのはエナメル塗料ならではかなと思います。で、先に白目を塗ってねペイントする人も結構多いんですけど、僕の場合は先に線画を描く前に白色で枠を描くのが僕すごい苦手なんで、僕にはこういったやり方が向いているのかなと思ってこういったやり方でやってます。動画をご覧の皆さん、 iPaint をしたことがいたらどういうやり方でやっている人が多いんですかね。よければ教えてください。で、白目を描くとこんな感じ。白目を塗った後はさっきの光彩を塗った時と同様で、まぶたの部分と光彩じゃなくて白目の部分との間をぼかしていきます。
そうすることで白目の部分の上の部分にまぶたによって作られる影が表現されます。こういう感じですね。シンナーをエナメルシンナーを溶かした筆で白目とまぶたの間を撫でていきます。こうすることでまぶたの茶色が白色に溶け出して影がかかっているように見えます。でここからが各部の調整ですね。光彩の中を描き込んでいます。全体をね、遠目で見ながら各部のバランスを整えていきます。で光彩の中身を描き込むとこういう感じ。前髪をあてがってみて取り付けた後のバランスをチェックしながら各部を修正していきます。この辺はもう本当に好みなんですけど、眉毛をちょっと太くしてみようかなとか、あとはまつ毛をちょっと太くしようとか、そういった細かい調整はこの段階で僕はやってます。で光彩の中のペイントに関してはいろいろな人がいると思うので、オリジナルで描かない人とかだったらぜひその作品のイラストだったり漫画の目の中を見てみて、それを似せて描いていくといいかなと思います。でここの段階で眉毛の形は綺麗に左右対称に整えていきます。こうやってシンナーエナメルシンナーを含ませた綿棒で綺麗に拭き取りながら修正を加えていきます。でここですね、紫と白のハイライトを眉毛にも足していきます。でこれでほぼ綺麗に眉毛が揃ったかな。で今回ね、二重なので上まぶたと眉毛の間に 0.1 ミリぐらいの隙間の中に二重を描いてるんですけど、そこのちょっとはみ出しがあったのでそこを修正しました。でまつ毛ですね、まつ毛の方にもハイライトを足していきます。明るい茶色を足していくとこんな感じ、生き生きとして見えるかなと思って、僕は結構こういう表現をしますね、アイペイントする際は。で光彩の中の光ってる部分をペイントしてみます。光彩の中央の部分に一番明るい色を置くのが僕は好きですね。で迷った人はね、ピクシブとかでいろいろな絵師さんがペイントの仕方というかイラストの目の描き方とかを紹介している人がいるので、そういったものも参考にしてみるのもいいかもしれません。で自分の描き方、自分の好みの絵師さんを見つけてその人の技術を盗んでみるのも僕はおすすめです。昔はね、サイとかでよく絵を描いてたんですけど、最近は全然描かなくなっちゃいましたね。で、毎度おなじみのウェザリングマスターですね。で、チークを置くときは、頬の真ん中じゃなくて、頬の上の方に置いていくイメージでやりましょう。頬に塗るんじゃなくて、目のくぼみとの間にチークを置いていくイメージですね。あんまり下の方にやると、虫歯で頬が腫れているような感じになっちゃうので、僕はちょっと上気味にチークを置いていきます。でチークとリップの表現が終わったらハイライトを足してツヤ消しを拭くと完成です。ツヤ消し塗料を塗るとこういう感じになります。目の中はエナメルのデコボコはちょっとあったんですけど、こうやってツヤ消しを拭くとほとんど目立たなくなるので恐れずにやってみましょう。でここ組み立て工程ですね。でアイペイントの説明どうだったでしょうか。まだまだそんなに人に偉そうに教えるほど僕はあまりまだ上手くないんですけど、少しでも参考になれば幸いです。でね、ここまで見たんで、ついでに組み上げと完成も同時に見ていただけるとありがたいです。で、気になったところだったり、こういうところどうなってるのなどわからないところがあったらいくらでも質問してください。ここまでご覧いただいてありがとうございます。で、これが完成になりますね。前回カチューシャだったり腕のパーツだったり服の部分はエナメル衣装っぽい感じにしたかったので、エアブラシで最後にパールクリアを吹いたんですけど、こんな感じで綺麗にツヤが出て美しく仕上がりましたね。こちらのガレージキットを丁寧に作ればとてもいいプロポーションの北斎ちゃんが手に入るので、気になった方はぜひ、またトレフェスなどで販売するかもしれないのでその時に購入してみてください。この動画が参考になった、次も作品も見てみたいといった方、よければチャンネル登録、高評価、コメントの方もお待ちしています。次回はモデルパッショナさんの綾波レイを制作していく予定にしております。最後までご視聴いただき本当に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 ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。エキゾチックホビーズでした。バイバーイ。